こんにちは、おさゆです。2023年12月24日夫と清水寺近くの結婚式場のレストランへクリスマスディナーに行ってきました。京都駅からバスに乗り、清水道に向かいます。目的地は清水京都東山。過去にこちらのレストランに夫と2回訪れたことがあり、そのご縁もあり、今年の秋にこちらで結婚式を挙げました。レストランをメインにご紹介しますが、チャペルも撮影させていただいたので、そちらも少しご紹介します。清水道で下車、清水坂を4分ほど登ります。清水寺に続く清水坂、日曜18時観光客でいっぱいです。清水坂の道中に突如現れる華やかな建物、歩きながら何これという人をよく見かけます。左奥はザ・ホテル青龍、右手前が清水京都東山です。2階がチャペルになっています。こちらに入っているレストランが東山ガーデン。今回はクリスマスディナーですが、お祝いや記念日などの特別な日の食事にもすごくおすすめのレストランです。レストランの会場はこちらともう1箇所あり、結婚式では披露宴会場としても使われます。お庭も見えて高級感もあり、温かみのある雰囲気です。このお席からはなんと八坂の塔が見えるんですが、この日は残念ながらライトアップされておらず、映ってはいるので目を凝らしてみてください。お月だし、前菜2品、メイン2品、間にお口直しのシャーベット、デザート、おかわりもいただける焼きたてパン、食後のドリンク、理想のフルコース。料金は飲み放題付きで1人1万5000円。少しお高く感じる方もいるかもしれませんが、高級感のある雰囲気で1人と欠けることのない丁寧なおもてなし。コースの品数の多さと、なんといってもその美味しさ。飲み放題もついているので、私はむしろお安く感じてしまいます。今回はクリスマスディナーの内容ですが、普段のディナーは6050円から楽しめます。まずはお月だし、ズワイガニとクモコの洋風茶碗蒸し。見た目も美しすぎるし、柚子が香り高すぎて食す前から幸せな気持ちにさせてくれます。飲み放題のビールは一番搾りでした。続いてレーゼン菜、軽くいぶした京丹後稲ぶりとマリネした聖護院かぶ、堀川ごぼうのピューレとフランボワーズソース。こんなに美味しいぶりの食べ方ある？ぶりの食べ方かっこいいですね、気がする。続いて温泉菜、フォアグラで包み込んだ淀大根を大根餅に仕立てて、佐賀の水を柚子香る大見鴨のコンソメ餡。料理名がめっちゃ丁寧です。
あ、中にフォアグラが入ってんや。フォアグラちょっと苦手なんやけどさ。あ、言ってたけど、うん、これは美味しい、うん。焼きたてパンはやや柔らかめ、おかわりをいただけないところも多いですが、なくなったらすぐに届けに来てくださいました。珍しく甘めのお酒が飲みたくなって、3杯目はキール。お待ちかねのお魚料理、しっとりと蒸し上げた天然ヒラメにキャビア入りシャンパーニソース、自家製パンチェッタと今日の冬野菜を添えて、ヒラメがふわふわで期待を裏切らない美味しさです。お口直し、甘王いちごの氷菓子、まさかのお口直し、普通に一品として美味しいです。次のお肉料理に合わせて4杯目は赤ワイン。お肉料理、特選黒毛和牛の熟成ローストビーフ、黒トリュフ香るアンデスレッドの付け合わせ、赤ワインボルトソース、美味しそうすぎる。特選黒毛和牛、なんとも麗しい漢字6文字です。おー、美味しそう。なってる顔が、肉って感じ。アンデスレッドという付き合わせのじゃがいもも、トリュフの香りが強く、すごく贅沢な一皿でした。最後にデザート、メルベイユ東山ガーデンスタイルでラム酒香るバニラアイスクリームを添えて。え、スプーンとフォークで食べるんかな。困ったな、どうしようかな、どうやって食べようかな。生クリームめっちゃ美味しい。一品一品ボリューミーで、どれもすごく美味しくて、大大大満足のクリスマスディナーでした。それでは清水京都東山のチャペルをご紹介します。温かみのある雰囲気と水の音がすごく幻想的で、本当にこちらで挙式ができてよかったです。特別な日の食事の参考になれば嬉しいです。この動画が良かったよと思ってもらえたら、高評価やコメント、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。